さて主様よ、ここからはお勉強のコーナーじゃ。狼と香辛料の世界をより深く知ってもらうためじゃ。少しの間我慢してくれれ。こら、そこの主よ、よそ見をするでない。今回はわっちらがいつも口にしているパンとブドウ酒のお勉強じゃ。普段わっちらが口にするパンは硬くて苦い黒パンじゃ。この黒いパンは主に寒さに強いライ麦からできておる。行商の際にはカチカチになるまで二度焼きするんじゃ。出汁の効いたスープや果実酒に浸して食べればまだマシじゃが、道中では水に浸してドロドロのかゆにして食べることもある。わっちはこれが大の苦手なんじゃ。やはり小麦から作る真っ白いパンが一番じゃが、根が張るからのなかなか手に入らないんじゃ。さて次はわっちらの生活に欠かせないブドウ酒じゃ。南の地方ではブドウが豊富に採れて栄養価も高い。そして生水より傷まない。庶民の食卓ではブドウ酒は欠かせない飲み物なんじゃ。しかしわっちにはブドウ酒よりも燃えるブドウ酒の方が馴染み深い。これは主らの世界でブランデーと呼ばれているようじゃな。ブドウ酒を釜に入れて火にかけ、錬金術師が編み出したという蒸留技術によってより純度の高い酒にするんじゃ。この燃えるブドウ酒の方がすぐに酔えるから堅牢のわっちにはぴったりなんじゃ。今日のお勉強はここまでじゃ。ではまた次の館でのこれあれ。